ピム博士が約束した粒子だ。幸運を祈るよ、アイアンマン。ありがとう、大事に扱う。で、このスターブーストって何なの？スターブーストスーツ。自分の目で確かめろ。早く新しいスーツができるってこと？ありがとうナット。これか。アイアンマン、新しいスーツを開発。装飾パターン、解析。あ、何これ。なんかハルク出てきたけど。これは関係ない。あ、違うね。上だね。この実験は全て失敗に終わった。だが、この小型の加速器があれば、今度は成功するかもしれない。これ？オブジェクト移動。これで合ってんの？おう！こんなとこにスーツあったんかい。かっこよ。ああ、すごいぞ。14億ドルもかけた自己満のプロジェクトだ。離陸したら燃え上がるかもしれないが、かっこよくは映せるだろう。あ、宇宙用ってこと？全システム作動中ですが、飛行経路上に暴風が直撃する見込みです。あ、かっこよ。外は土砂降りか。ま、これ以上は待てないな。トニー、ノリがいい音楽用意しといたからね。おいおい、大丈夫、信じて。あなたならできる。どうも。わ、かっこよ。いや、一応アイアンマン3にも出てたよね、宇宙用スーツ。おーおー、かっこよ。いいね、白と黒もね、かっこいいわ。おーおーおー、マジかマジかマジか。なんかいるよ。何。あれ行けばいいのか。あれを目指していけばいいのね。カーソルを合わせて宇宙に飛んでいく。すげえな。暴風がすげえ邪魔してるんだけど大丈夫。オフコース。いや、コース上、これジャービス案内してくれてんのか。ありがとうジャービス、助かるぜ。あー、なんかダメージ食らった？大丈夫かこれ。これ飛行経路。あ、大丈夫か。宇宙に頑張れ。あ、ステーション。ブースター。おー、オッケー。なんとかなった。おう、宇宙やべえ。危ねえ、結構危険なだけだね。いや、なかなかギリギリだったと思うけどな。じゃあリパルサーは撃てねえか。重力装置オンになってんのかねこれ。ん？何これ。よし、見てみるか。待てよ、辻褄が合わない。ブラッドサンプル、再生式フォーミュラ。それでタールトンの頭が。あ、タールトンか。こいつが元か。不運なインヒューマンかな。ん？よし、扉を探すか。楽勝だ。インヒューマンを助け出し、再生式フォーミュラは打ち切られ、アダプトイドもいなくなる。めでたしめでたし。これ飛べんのかな。あ、飛べた。一応大丈夫っぽい。荒い着地の仕方だが許してくれ。もしもし、誰かいるか？誰もいなさそうだね。リアクターゲット。これ何？食料かな？宇宙の塵が積もってる。めったに人が来ないんだろうな。でも定期メンテには来るってことか。いや、ほとんど来ないか。誰がいるんだよ。上に行けばいいかな。はあ、上に行くしかないな。なんか嫌な予感がするんだけど。まあ、こういうのはね、最初にアイテムをゲットしておくことで、敵に邪魔されないというね、完璧なことをやっていきます。あ、普通に飛べるわ。宇宙だけど、宇宙じゃないな。無重力じゃない。あっと、やばいね。パルサー破壊、パレット破壊、終わり。これだけ派手にやっても平気なら、警備ロボットはいつ動くの？仕掛け用意してくれてありがとう。これは下かな？上かな？下だね。ん？あれ、宇宙むき出しになってない？ここの電力のほとんどは一つの部屋に回されてる。ほう。エアロックの警備ロボットは来ない。侵入じゃなく脱出を希望してるってことか。誰がいるんだろうな。まあちょっと考えられるのはあのキャラって感じはするんだけどね。コミック発見。そこか。これは何なんだろうな。なんか回ってるな。誰がいるんだ。ビンゴ。うわ、凍ってる。出てくるんだ。ん？嘘だろ。キャップ。やっぱキャップか。生きてるよな。スティーブ、スティーブ。生きてるじゃないか。トニー、ここなんだこれ。どこだ。ねえねえ、大丈夫か。トニー、これハグか。いや、よかったわ、生きてたわ。違うよ、倒れたら痛いだろ。そうなのか。ただその、いや、つまりだな、生きててよかった。何がどうなってる。しっかりな、ここを出る。行こう。いや、待ってくれ。タルトンは、彼は無事か。タルトン、やつがなんだ。爆発した時近くにいた。あいつは生き延びた。お前のおかげらしい。キャップ使える。キャップになった。意味がわからない。よっしゃ。嬉しい。大丈夫だ。生きてたわ。避難させないと。たくさんの市民が。ああ、すぐ説明する。歩けるか。ああ、大丈夫だ。行こう。まあでも。それでこそキャップだ。ついてこい。あの頃からいないわけだろう。どうするんだ。そうだな。記憶がない。まあ、寝てたから。で、脱出する。つまり行き当たりばったりというわけか。まあね、実はここまで来られると思ってなかった。おお、なったなった。ところでみんなは、ここは宇宙だ。サマーソルトジャンプを使って着地までの移動距離を伸ばす。このムービーが最高じゃない。シールド持ちたいな。本当だったんだな。イランジャンプが使えるのか。壁走り。えキャプテンかっこよ。だから、これがあったのね。体が覚えてるんだな。この下だ。いや、体は怠けてないみたいですね。トニー、一体何が起きてるんだ。長い話になる。お、楽しい。僕は一体どのくらい。5年間だぞ。ま、お前にとってはお昼寝レベルだろ。みんな壁橋に楽しい。ほら、もう冗談が言えるじゃないか。面白くはないけど、それもお前らしい。でもどうやって帰るのこれ。キャプテンロジャース。おっと。まだ行かせはしないわ。モニカ、久しぶりだな。あんたの超秘密宇宙基地で誰に会ったと思う？スーパーヒーローにとって変わる存在を作るためにスーパーヒーローの血を使ってるって聞いたら、タールトンはどう思うんだ？この件は私に一任されてる。さあ、今すぐやめなさい。待てよ。ジョージ君はここのことを知らないんだろ？知る必要もない。じゃあやっぱキャプテンの作った博士が死んでて、まあ MCU の映画みたいな感じにはなってるかな。超人活性剤だっけ。それ持ってんのはロジャースしかいない。スティールしかいない。何これ。ちょっとやばいんじゃないこれ。戦えるか。急げ、開くんだ。やってる。手が荒いな。殴ってる。素手。ヒーローアビリティオンになったけど、どうすんのこれ。あ、なんかシールド出てきたんだけど。よっしゃ。どっかからなんかシールドが見える。おいしょ。手にシールドが、幻影が見える。任せろ。さすがキャップ。もう少しいけるぞ。オッケー。戦ってる時間はない。行こう。逃げろ。気をつけろ。しまった。やばい。やばい、割れたら死ぬて。緊急人工重力終了。やばい。おっと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 。壁走り。サマーソルトジャンプ。やばい、無重力になってきたこれ。画面というかさ、窓割れたらやばい。あ、はい、死ぬとこうなります。はい、死ぬとこうになります。なんだ、夢か。よいしょ。ほっ。ジャンプ、壁ジャンプ。危ない。ちょっと多すぎだって。あ、ちょっと待って。シールドみたいなの出てきた。ない。ダメだ。何？いい知らせがある。火の玉の中では死なない。悪い方はその前に窒息するだろうな。もうエンドゲームみたいなことになっちゃったよ。まあ眺めはいい。確かに。くそ。おしまいか。どうせ死ぬんだしな。何か告白とかないのか。つまらない。君のジョークは日記に書いてたろ。なぜリアクターを壊した？大勢死んだんだぞ。何か埋まってたんだ、海の底に。リアクターにつながってて地表に出ようとしていた。あの地震か。仕方なかった。断層が大津波を引き起こせば死者は数百万人にも上っていたはずだ。そんなことだろうと思った。聞きたかっただけ。なんだあれ。ん？あ誰かと思えばまた私が窮地を救うのか。雷神にはそれくらい期待したいな。やあそう。おかえりキャプテン。ほほほほ。そうさんけい。あ、何？あ、ロボットが。ジョージ、強奪する計画だったとはな。スタークに奪われるよりはマシ。選択肢はなかった。残念だ。あれ、名前がモードになって。助けたじゃない。機械だって意のままに操れる。すべてのアプリケーション。私を奴の血に感染させたのだ。死んでもおかしくなかった。頭でか。違うわ。夢を思い出してジョージ。貴様のせいで奴らの同類だ。強くしてあげたのよ。希望はついえた。今度は貴様が私と同じ賭けをする番だ。スティーブ・ロジャースって書いてある。ロジー、何を。スーパーパワーを葬り去る。この身が滅びよう。ジョージ。顔でかくなりすぎだろ。戻ってきたキャップ。久しぶりだな。おー。スティーブ。ナット、会えて嬉しいよ。生きてるって知ってたら囚われてるって。君のせいじゃない。タールトンですら知らなかった。え？エーデイ、モニカはテリジンを盗むためにタスクマスターを雇った。奴の部下がセキュリティを起動しキメラの自動掃除を開始した。だがワンで起こったことは想定外だった。あの熱源が地震を起こし街を破壊した。あれは何？わからない。なんと僕のせいで大勢の犠牲者が。違う、あなたのせいじゃない。あの船を飛ばすのは誰にも止められなかったわ。生きてたんだ、やっぱり。あ、ごめん。そのねえ、見せたいものがあるの。お、全員揃ったね。おかえりなさい、キャプテン・ロジャース。皆さんを代表してまたお会いできて嬉しいです。ありがとう。僕も嬉しいよ。キメラがマンハッタンに墜落しそうになったことで状況は緊迫しています。この機会に乗じてエイムがインヒューマンの迫害をさらに進める恐れがあります。そんなことはさせない。今こそアベンジャーズの力が必要なんだ。おお、キャプテンアメリカが使用可能になりました。エイムとの最終決戦が間近に迫っています。そのためにアベンジャーズの装備を整えるミスター・スタークのプランの分析を済ませたのですが、いくつか特別な素材が必要です。ありがとう、ジャービス。僕たちも戦いの準備を整えないとな。必要なものを確認しよう。そうですね。その一環として味方に手を貸しましょう。エイムが世界中の通信を支配しているせいで、ヒル司令官とピム博士は私たちと満足に連絡を取ることができません。何をすればいい？レジスタンスを団結させるため、エイムの主要な通信ハブを破壊するよう要請がありました。期待に応えよう。おっしゃ、行こうか。アイコニックミッションチェーン解禁と。メディアといえば、ソー・オーディンソンがスカンジナビアの僻地で元エイムの科学者たちと協力して動いていることが報じられています。エイムによる反アベンジャーズプロパガンダの一環かもしれませんが、調査の必要がありそうです。わかった、すぐソーに調べてもらおう。お、ソーも使用可能になった。やったね。あ、てかこれでさ、みんなの部屋が解禁されたわけだけど、ちょっとソウの部屋見てみよう。おー、装飾はソウに頼んで手伝ってもらおう。おしゃれだね。てかヘリキャリアに人戻ってきたんだね。あとはキャプテンのお部屋と。スタークでしょ？キャプテン・ロジャース。あ、サンドバッグあるじゃん。これがいるな。体がなまってる。ああ、僕の百科事典セットか。未だにインターネットにはなれない。なんか揺れてる。シールドの今の姿を見たら誇りに思うだろうな。ここで一緒に見られないのは残念だ。ペギー・カーター。冷凍ポットよりずっといい。なんか冷凍されること多いね、キャプテン。じゃあとりあえずファンクション行こうかな。こういうのにまだ慣れないな。ジュースゲットできる？もっと健康的な商品を仕入れないとな。あ、宇宙のニュースやってんだかな。しかし、エイムの天文学の専門家は、本日のような現象は非常に稀有ながら至って正常だ。人々には安心してショーを楽しんでほしい。嵐の前の静けさか。サンフランシスコに到着すれば大混乱になるだろう。アイテム発見。なんか一気にキャプテンとソーが使えるようになったって感じですね。人増えたな。こんなところにも。あれ？ソー何してんの？見せびらかしてんのか。ファンクションランクゲッチュー。今回は何もなし。まあしょうがないか。そう何してんの？再び共に戦うことができて嬉しいぞ、キャプテン。ああ、僕もだ。アベンジャーズは長いこと姿を消していた。これ昔のコスチュームじゃないよね。多分。じゃあ、スタークデックのコスチューム、任務をやっていきましょう。ギアもね、ちょっと強いものでしたので、やっていきましょう。アベンジャーズマークがあるのはだいぶ遠いところですな。スタークデックのコスチューム。倒れたプライムシンソイドからエネルギーアンプリファイヤーを獲得する。おお、まあ、これをやればいいわけか。